今日から使える簡単血糖データ、血糖データ備忘録。今回は1月14日土曜日に行われる愛知杯のラップ分析を行っていきたいと思います。はい、ということで今回は愛知杯の、出走馬確定前の事前考察ということで、高いラップ適性を持つ、特選穴馬をご紹介していきたいと思います。枠順であったり馬場状態であったり、もちろん血統も考慮した最終予想はレース前日に公開させていただければと思いますが、直近で行わせていただいた特選穴馬の動画では、昨年末のホープフルステークスですね、14番人気ながら1着に好走したドゥラ・エレーデ、そして6番人気3着だったキングズレイン、こちらの2頭を推奨することができていましたので、今回の愛知杯もしっかりラップ分析で、特選穴馬をご紹介していきたいなと思いますので、最後までお付き合いください。はい、ということでこの愛知杯が行われる中京芝 2000m のコース形態からまずは見ていきたいと思います。この中京芝 2000m については何度も取り上げていますので、何度も見ていただいている方にはおなじみの内容になってしまうかなと思うんですけども、軽く、おさらいさせていただきますのでお付き合いください。この中京芝 2000m ですね、坂の途中からのスタートという形になるので、比較的前半のペースが上がりにくいコース設計となっています。ただその反面ですね、向こう上面、ラスト 1100m あたりからですかね、下り坂になりますので、ここから、ラップが急に速くなってロングスパート戦になりやすいようなコース形態となっています。はい、続いてはそんなコース形態の中京芝 2000m で行われる愛知杯、過去4年のラップを見ていきます。前半のペースはかなりばらつきがあるんですけども、基本的には3ハロン目4ハロン目あたりでペースが緩んで、そこからのロングスパート戦になっていますね。向こう上面から下り坂になる関係でおのずと、スパートが始まってしまう形になりますので、基本的には今回もですね、ロングスパート性能が高い馬というのをピックアップしていくのが定石になるかなといった形です。はい、それでは今年の愛知杯、ラップ分析の方針ということで、書かせていただきました。ちょっと前走逃げている馬が全くいないメンバー構成となりますので、比較的ペースは落ち着くのかなと思っています。過去4年のラップのところでいけば、2022年、青いグラフですね、と2019年黄色いグラフですね、こちらがちょっとモデルケースになるかなと思っていまして、前半はかなりゆったりと入って、3ハロー目4ハロー目あたりからこうロングスパートが始まるような形になるかなと思っています。ということでですね、2019年2022年をモデルケースとしまして、出走各馬の高走ラップから、ロングスパート性能が高い馬をピックアップしていきたいなと思います。さらにですね、このレース、差し馬追い込み馬が台頭する傾向がありますので、ロングスパート戦になったレースで上位の上がりを記録して高走した実績を高く評価していきたいなと思っています。レース後半の長い区間で速いラップを継続したレースでの好走実績を高く評価して、出走各馬見ていきまして、穴馬をピックアップしていきたいなと思います。はい、それではそんな想定ラップに高い適性がありそうな穴馬ということで、今回2頭ピックアップさせていただいております。出走馬確定前の考察になりますので、もしかしたら出走してこない可能性もちょっとあるんですけれども、出走してきた際にはですね、ぜひ紐候補の1頭として参考にしていただければと思っています。はい、それでは、特選穴馬のご紹介に入っていきます。今回の特選穴馬1頭目はラブユーライブですね。このラブユーライブ、某競馬サイトの想定オッズでは14番人気想定となっています。この馬についてはですね、昨年のケフェウスステークスとクイーンステークスの2つのレースを参考レースとして取り上げさせていただいております。今回と同じ中京芝 2000m で行われたケフェウスステークス、上がり最速の末足を繰り出しながら3着と敗退してしまっております。ただですね、この時、4ハロン地点からのロングスパート戦になったような、グラフの形状になっているかなと思うんですけども、ただこの時ですね、かなり馬場が速くてですね、そんな中で、前半 1000m が 60.3 秒、後半 1000m が 57.3 秒とかなり後継ラップになったところがありまして、後方待機をしていたこの馬にとってはかなり厳しい流れであったにもかかわらず、ほぼほぼ、最後方あたりから
上がり最速で3着と食い込むことができています。ロングスパート戦で末脚がしっかりと発揮できることが証明されたレースだったかなと思っています。そしてクイーンステークスではですね、前半がめちゃくちゃ緩くてそこからこう加速していくような、こちらもかなりの後傾ラップになってしまったんですけども、まあ、物理的に後方待機をしていた馬には間に合わない流れでしたね。まあ、ただそんな中でもこのレースでも上がり最速の末脚を披露して 0.3 秒差まで詰めています。まあ、こういったロングスパート戦でのですね、持続的なスパート力、末脚の破壊力は牝馬屈指と言っていいんじゃないかなと思っています。ロングスパート戦で上がり最速を連発している馬ですので、まあ展開だったり馬場がハマれば今回14番人気想定ですけども、まあ一発あっておかしくない馬なんじゃないかなと思っています。レース後半の5波論の持続的なスピードは牝馬屈指の破壊力を持っていますので、ちょっと今回ですね、前半ペースが緩みそうなメンバー構成でもあるので、そこがどうかなと思うんですけども、まあ、昨年のようにですね、前半置かれすぎるとちょっと厳しい部分もあるので、前半置かれずにしっかりと追走ができれば、構想があってもおかしくないんじゃないかなと思って期待をしております。はい、続きまして特選穴馬2頭目はサンテローズですね。サンテローズについてはですね、某競馬サイトの想定オッズで8番人気想定となっています。サンテローズについては関ヶ原ステークスとアンドロメダステークス金2走を取り上げさせていただいています。今回と同じ中京芝 2000m で行われた関ヶ原ステークスでは、4波論目5波論目あたりからの、ロングスパート戦を中段から差し切っているというような今回につながる内容だったかなと思っています。まあ、しかもですね、4波論目5波論目にかけてですね、かなり急加速をしているようなレースラップになっている関係で、最後ちょっと苦しくなってラップがガクッと落ちるような消耗戦になっているんですけども、まあ、そんな消耗戦をしっかり中段から差し切れている点から見て、高い持続力を証明したような形かなと思っています。まあ、しかもこの時ですね、まあ、こういった消耗戦で展開に恵まれたカレン・ルシェルブルの追撃をしっかり振り切っている点も、素晴らしい内容だったかなと思っています。カレン・ルシェルブルですね、この次の中山金牌でかなり惜しい競馬をしていましたので、このサンテローズについてもですね、しっかり実力を証明したレースだったかなと思っています。そしてアンドロメダステークスがかなりハイレベルなメンバーでして、これもあのレースのラップ見ていただくとですね、今回の愛知杯につながるような内容だったのがよくわかるかなと思うんですけども、まあ、前半ちょっと緩めに入って、3波論目4波論目からスパートが始まるような今回想定されるレースラップと似たようなレースラップをここで経験しているような形です。まあ、4着には負けてしまっているんですけども、まあ、1着がマテンローレオだったというかなり強いメンバーでしたね。2着もディープモンスター、3着もソフトフルートということで、まあ、かなりハイレベルなメンバーだったかなと思っています。まあ、そんな中でですね、中段から上がり2位の末脚を記録して4着という形なので、まあ、今回牝馬同士の戦いにもなりますし、まあ、この内容がしっかり今回も再現できれば構想できてもおかしくないんじゃないかなと思っています。まあ、中段から高いレベルでの持続力を発揮できるタイプですので、前半でしっかり中段につけられれば、良さが出せるレースの質になるかなと思っていますので、まあ、人気もなさそうなのでしっかり期待していきたいなと思っています。はい、それでは2023年愛知杯特選穴馬としましては、ラブユーライブとサンテローズを取り上げさせていただきました。出走馬確定前の、考察になりますので、もしかしたら出てこない可能性もあるんですけども、出走してきた際にはですね、ぜひひも候補の一頭として、参考にしていただければと思います。またですね、血統傾向であったり、もちろん人気馬もしっかり取り上げた上で最終予想を出していきたいなと思っております。レース前日公開の、予想動画にて最終予想は公開させていただきますので、ぜひチャンネル登録していただきましてお待ちいただければと思います。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今回ご紹介させていただきました穴馬2頭ですね、まあ、あくまでひも候補の1頭として、参考にしていただければなと思っています。個人的にもですね、ちょっと人気をしている馬で1頭どうしても、本命視したい馬がいますので、まあ、そちらの馬のご紹介も含めてレース前日の、予想動画で公開していきたいなと思っております。ぜひチャンネル登録していただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。